女子ゴルフの金田久美子が28日、自身のインスタグラムを更新。出場していた資生堂レディースを棄権したことを報告した。この日行われるはずだった資生堂レディース。第2日は好天のため中止となったが、金田はスタート前に棄権。インスタグラムのストーリーズで、昨日ピアスを外そうとしたら首に電気が走って痛めてしまい、これ以上悪くならないためにも棄権しました。と危険に至った理由を説明。ぎっくり首、初めてで痛すぎてびっくりしました。治療に行ってきたので少し安静にして良くなる待ちです。首以外は元気です、と症状を明かした。もともと首も悪かったので今一時的な治療じゃなくこのまま首の治療もしていきたいと思います。このタイミングでまだ良かったなぁとかなんだか今日は前向きです、と前向きに綴った。さらには、ハッシュタグを添えて、腰と首と年齢と